はい、皆さんこんにちは。今日このチャンネル見てくれてありがとうございます。はい、それでは、初めてのドイツ語ですね。まず一つはもちろん自己紹介のことですね。はい、ドイツ語はすごく英語に似てます。つまり英語ができる人にとってはドイツ語を勉強するのがもうちょっと簡単、ということですね。でも文法的にドイツ語は英語より難しいです。しかし日本人にとってはドイツ語は多分英語より、勉強しやすいかもしれないですね。なぜならドイツ語の発音は日本人にとって英語より簡単です。はい、ではまず一つはね、自己紹介ということは日本語だけで説明すると、ね、自己紹介ということは日本語でもいろんな言い方がありますね。私の名前は私はですとかいろいろ、もちろん丁寧語ですね。私はユリアンと申します。私の名前はユリアンです。ユリアンですとか、はい、じゃあもちろんドイツ語でもそういうところがあります。はい、じゃあまずは、ドイツ語の最初の形は英語にすごく似てますね。ドイツ語もまずは主語 S 主語と V となんちゃらなんちゃら、ね、SVO とか SV、まあ、C complement ということがあります。はい、ドイツ語でも、ね、S、Subject はドイツ語で Subject、主語。動詞は英語で Verb、ドイツ語で Verb、ね、Subject、Verb。だからそういう形はドイツ語は英語と全く同じです。はい、つまり、まず手始めに自分のことを、バレエのことを言って、あとはその動詞ということですね。はい、じゃあ英語ですると私のことが I am B 動詞だね。 I am なんちゃらなんちゃらね。私の名前はもちろんドイツ語でユリアンと申します。だからこっちにはユリアンで書きますね。 I am Julian 英語で言うんですね。でもドイツ語にすると自分のことは Ich bin Julian、 名前はもちろん変わりませんね。 OK ね、 I am Julian、 私のことは私は何々です、ね、であること、 B 動詞だね。ドイツ語は英語に似て B 動詞ということがありますね。はい、それではちょっと次に行きますね。 Ich bin Julian、 私はであることをそういうことです、こういう名前と、ということです。はい、ではちょっと、本格的にちょっと、こういう形で分かればもうちょっと最初の一本に行きましょう。はい、じゃあちょっとね、英語苦手な人でも、まあ、その機会を使ってちょっと英語の復習にもなりますね。はい、じゃあまずはね、私はっていうことは英語でもちろんね、 I、 You、彼、he、彼女、she、それ、it ということですね。これは単数ということですね。私、あなた、あるいは君、お前、貴様、ね、彼、彼女、それです、ね。これは単数のことで、一人称、二人称、三人称と呼ばれます。私たちは、we、君たちのことは You で、彼ら、それら、彼女ら、
they ということです。ね、これは認証代名詞と言いますね。はい、 are you, he, she, it, we, you, they。 はい、じゃあそれは幸いドイツ語は全く同じ形です。はい、だからこれからドイツ語でいきますね。はい、ドイツ語では私のことは ich、 ちょっと発音しましょう。 ich、 はい、その she とという音がちょっとそれだけはちょっと日本人にはちょっと慣れてないですけれども、まあ、ちょっと慣ればいけるだと思いますね。 ich、 ich、カタカナで書くとたまには ich、 ich、 ich で書くことがありますが、まあ覚えるにはカタカナで一度覚えることが OK なんですけれども、ちゃんとした発音で覚えないといつまでも経っても正しい発音はできないということですね。イヒイヒヒ、音はここまではこのね、ヒヒ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 ヒのことですね。アイということです。はい、あなた、あなた、君、まあ、do、 do で、そっか、ちょっと文字に変えたんですけれども、小文字でいきましょう。Ich、du、彼は er、彼女は sie、それは es。er、sie、es。まあ、カタカナで考えると、こっちの方が、発音しやすいだと思いますね。まあこれもまあまあ大丈夫。OK ね。Ich、 Ich、 Du、 Du、 Er、 Er、 Sie、 Sie、 Es、 Es、 Ich、 Du、 Er、 Sie、 Es ということですね。はい、これは左と英語と全く同じですね。私、あなた、君、彼、彼女、それです。はい、でドイツ語、英語と違って丁寧語でちょっと you が変わりますね。英語ではまあとりあえず you は you なんですけれども、ドイツ語ではちょっと大文字で z で言うと、それが丁寧のあなた方ということという話になりますね。はい、まあ基本的に英語は I という言葉を大文字で書くと、書くことですが、こっちは全部が小文字ですね。ドイツ語ではこれは基本的に全部が小文字で、ただの丁寧のあなた様ということは大文字で書くことです。はい、じゃあ私たちのことは via、 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 あなたたちのことは z、Z、 はい、あなたたちということはイヤで、彼ら、それらは Z ということです。 OK、 はい、まあ見ての通り、左との形は全く同じですね。はい、via、 ear、 z、 via、 ear、 z。 はい、 air、 その r を見ると発音はここはしなくて大丈夫ですね。はい、 air、 air、 via、 via、 ear、 ear、 and z、 ね、だから air の r の発音は、ここはとりあえずはないですね。ドイツ語にはフロはちょっと r の発音がもちろんあります。はい、それが北ドイツと南のドイツとはちょっと異なりますね。多分もしかして左と、西と東の、ということもありますね。つまり、
その R、アメリカ人の英語の R は下歯真ん中に置いてある R、R、R になります。はい、ドイツ語、ではこっちの喉の R あります。 R、 つまりこれをまあどうしても言いたいときには Wir、Wir、Er、ね、まあそれは普段は言わないけどね、別の言葉です。はい、でもう一つの R は舌を使って R、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 Wir、Ear、ね、はい、この舌を使って R という音をするんですね。はい、この二つの R はドイツに地域によってあります、もちろんそれはね、ドイツ人が両方を使えるというわけでもないですね。はい、ロシア語ではね、ルルルという R を使って、スペイン語ではもう結構ありますね。はい、まあとりあえずね、Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, 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 sie、 まあ3回ありますね。はい、じゃあドイツ語、でもね、 B 動詞があります。 B 動詞はちょっと違うよ。はい、 B 動詞では英語ではもちろん毎回変わりますね。 I am、 ね、 I am, you are, he, she, it is、 これは全部 R ですね。はい、I am Julian、ね、私は Julian です。 You are 亮太郎、 Akira or whatever, right? And he, she, it is とかね。はい、ドイツ語に、ドイツ語の形はさっき 見せた通りですね。 S, V なんちゃらね、同じ形ですね。だから IchBin、 Ich bin、 私は何々です、ね、Ich bin Julian、 Ich bin Julian、 Ich bin Akiko、 Ich bin Akira とかね。はい、で、Du bist、 Bist、 Ich bin、 Du bist、 Bist、Bist、 Er, sie, es、 Ist、 Ist、 Bin、 Bist、 Ist、 Bin、 Bist、 Ist、 Ich bin、 Du bist、 Er ist、 Sie ist、 Es ist、 ね、英語との形は全く同じです。はい、もう言えますよね、あなたのことはね、 Du bist、何々ね、 Er, sie, ist、 ね、友達の紹介もすでに大丈夫ですね。 Er ist、 回答、 Sie ist、 マナミとか OK、 はい、じゃあ英語ではちょっと R が簡単なんですけれども、ドイツ語では、まあ文法的にドイツ語は英語より難しいということなんですね。ちょっと変わりますね。はい、Wir sind、 sind、 z z z sind、 Wir sind、 d、 d とか t とか変わらないですね。 Wir sind、 Wir sind、 t でも大丈夫です。 Wir sind、 ね、 Wir sind、 Ihr seid、 Ihr seid、 Sie sindOK? つまり私たちと彼らということは同じですね。はい、でも君たちということはちょっと変わりますね。Wir sind, ihr seid, sie sind. OK? Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. ということです。はい、じゃあもうそこで名前で言っても、もうすでに単数でもう自己紹介と友達の紹介は OK です。
じゃあ次回はね、ちょっと、文法の復習で、別の、自己紹介ということをちょっと説明しますね。はい、とりあえず、はい、今日、はい、今日はここまでですね。はい、とりあえず今日のビデオを見てくれてありがとうございます。はい、次のビデオもちょっと、見てくれたら嬉しいです。はい、Thank you very much. Danke, auf Wiedersehen.